風紀1回目高気温のため中止です。はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね9月の10日火曜日でございます。今日からですねハロウィン初日なんですけれども、ジョマジさんですねここオープン前からね東京ディズニーランド行ってました。で、あのスプーキーブパレードをね見ようと思ってミッキーポジションのですね最前立ち見最前取れたんですよ。で今ね10時15分ぐらいなんですけれども、あとね20分ぐらいでね、まあ一応10時半35分からですのでスプーキーブパレードが、いやあと20分だと思いきやですね、残念ながら高気温のため中止だそうです。はい、で東京ディズニーシーのですねフェスティバルオブミスティークもですね残念ながら1回目熱キャンということで、いや残念です。はい、ということでね、まあ、ちょっと速報という形で、スプーキーブーパレード1回目とフェスティバルオブミスティーク1回目熱キャンでございますのでね、皆さん今日はやばいです。はい、なんと36度以上あるみたいですのでパークは、おそらくですけれども2回目もフェスティバルオブミスティーク超怪しいです。はい、まあおそらくね夕方の会はね4時なんでやるとは思うんですけれども、いや2時の会もどうかな、ちょっとねこれ以上暑くなりそうですしね、またね。はい、まあとりあえず残念ながらねあの初回の動画投稿したかったところですができませんということで、はい、ジョマジさん一回家帰ります。はい、ありがとうございました。暑い。